ニコニコ用です。誰か立ってるね、向こう。あ、本当だ。この RX100 の Mark7 がすごいズームができるから、めっちゃいい。やっぱり。で、撮ってます。まあ、あそこに今から行くんだ。あそこに今から行くんだけど、ね、こう行きましょう。どうも皆さん、こんにちは。ちなみにね、多分アイさん今回初の顔出し。いきなり。ちょっと状況次第、はい。もしかしたらモザイク入ってるかもしれない。結構ね、山道っちゃ山道なんで、歩くの大変。すごい。なんか多分イノシシ荒らした後だよね。絶対そう、イノシシいたもんね。今はね、夕方来てるんで、17時半ぐらい、5時半ぐらいに来てるんで、まだね、涼しいんですけど、前ね、僕あの、ツイッターで話してた、あの、下に来た、昼過ぎに来たのはもう地獄でした。途中で、熱中症になるかと思って、すぐ帰ってきましたね。まあ、夏来られる方は、昼過ぎ、まあ、やめて、昼方ぐらいに来て、ワーホーガン、まあ、瀬戸大橋にね、夕景が、夕焼けが綺麗に見えるっていうのもあるので、来ていた夕方に来ていただけると楽しめると思います。です。じゃあ何年か前まではこんなに王子ヶ岳が有名になると思ってなかった。結構穴場スポットとしてね、岡山では有名だったんですけど、まあいろんなね、口コミとかで人気になったらしくて。内側は火山ですね。あそこ瀬戸大橋見えますかね、瀬戸大橋。みんなあそこに立ってさ、撮影してるのかな、カメラ写真とか。いけるよ、あそこ、うん、瀬戸大橋。怖くない？綺麗に見えるね、瀬戸大橋に。あそこにね、立って写真撮ったりする人もいます。ゆうさんが撮ってます。ゆうさん写真撮る。というわけで、まあ、ちょっと撮影もしましたけど、今から本ちゃんのニコニコ岩も行っていきたいと思います。猫ちゃんに。あ、猫ちゃん、ほんまや、かわいい。ところどころね、階段もあるんやけど、ほとんど舗装されてない道なので、まあサンダルで来ること自体が間違ってるんやけど。お、ここにいっぱいおるよ。かわいい。これだったら遠くからでもやれるから、涼しいからいいね、ここ。バイバイ。まあ、女の人は、ね、ヒールは絶対ダメ、これは危なすぎる。ダメ、絶対。見えた。スポーツサンダルで来てます。そう、2人ともスポーツサンダルでも来てるけど、まあ、それならまだいいか。ただ砂はいっぱい入るけどね。私、誰じゃないよ。
そこ人登ってる？あ、違うの。登ってないよあれ、うん。でも一応クライミングの本場ではあるからね。イノシシ。ん？イノシシ。イノシシ？あ、ほんまやほんまほんまや。イノシシや。ウリボー？これあれウリボーやね完全に。ってことは親が近くにいるよ。帰りが怖い。スユさんやめよ。帰り無理やトイレ。間に合わん。あ、いや、完全にイノシシや。え、きれい、ゆず。完全にイノシシやな。やばいって、ちょっと逃げようや。わーじゃーん。ニコニコよ、ニコニコよ。これね、横顔がすげえニヤついている感じがニコイコイよと言われているものです。結構大きいんですよこれ。アイさん下まで行ってみて。アイさん下にいたらあんな感じ。クソでけえ。そうこんな感じですっごい大きい岩なんでね、よかったら行ってみてください。涼しい。はい、というわけでニコニコ岩の峠のあたり、峠ふと岬の、あたりに来てます。ちょっと今人がいっぱいいて、アイさんが写真撮ってあげたりとかしてたんで、やっと静かになったので撮ってみました。でね、ほんと綺麗ですよこれ。まあ今僕が入ってるんじゃないかもしれないですけど、でね、ああいうところとか、あとね、ここああいうところとか一応ね、登れるっていうか、いやまあ行けるんですけど、さっきね、実は女の子たちがヒールできてたんですよ。危ない、非常に危ない。なのでちょっとちゃんとした靴で、来てください。本当にね、事故があったら来れなくなりますし、なんて言うんだろうな、本当に自己責任なんですけど、そういうことで、危ないので、そういうことは安全にね、写真を撮りましょうっていう形です。ちなみに僕たちが撮った写真はこんな感じです。安全に撮りました。私がもともとそう、アイさんがね、高所恐怖症だしビリビリだしっていうのでね、まあ、無理はしないようにしたんですけど、僕もね、行ける範囲で行ってますので、無理はしない程度で、ああいうところにね、無理はしない程度で、ああいうところに行って写真を撮りましょう。何の音？あ、にゃんこがある。にゃんこちゃうやろ。違うよ、たぬきじゃない？たぬきちゃん、なんか急に鳴き声が聞こえたから、そう、猫かと思ったらたぬきが出てきました。かわいい。泣いてる。泣いてる。動画？うん、動画。めっちゃかわいい。あ、もう一匹出てきた。え、ほんまや。兄弟？イノシシにタヌキに。かわいい。こっち向いて。かわいい。親タヌキおらんの？どうなんだろう。めっちゃかわいい。こっち向いて。こっちこっち。はい、というわけで今回岡山県の南の方の王子ヶ岳でどこから、お送りしました。
またね、ここは結構お気に入りのスポットなりそうなので、また2人でも来たいと思います。それではまた会いましょう。バイバーイ。イノシシ、帰りにイノシシとタヌキと猫2人と野良か暑い。結構山道に帰ってくる感じなんで、皆さんしっかり水分補給して登りましょう。で、また。